サイトインターチェンジは宮崎県西都市と宮崎県小湯郡新富町の境界に位置する東九州自動車道のインターチェンジである。料金所は小湯郡新富町大技神殿に位置する。脇見注意の看板あたり IC から高鍋 IC の区間上空をちょうど離着陸する自衛隊機が至近距離で通過する。そのため自衛隊機を描いた独自の 脇見注意の看板が設置されている。サイト IC と春田バイパスの間は県道321号サイトインター線で結ばれている。サイトインター線は構造的にサイト IC とほぼ一体化している。開通当初、サイト IC 料金所への入り口、出口ランプは本線が大きく右カーブをして料金所に直結する本線料金所風の構造をとっていた。 2009年の東九州道改良工事等に合わせてサイト IC ランプの改造工事が行われ現在のランプ構造への改築が行われた。開通当時のランプは入り口ランプがそのまま現在の C ランプに転用されているほか C ランプの外側に出口ランプの移行が残されている。サイトバスストップが IC に併設されているが停車していた別府。 大分宮崎間のパシフィックライナー及び宮崎のベオカ間のヒムカ号が2021年3月31日、限りで急廃止されたため、現在は停車する路線はない。ありがとうございます。